ベルギーのフランデレン・チ域キアントウェルペン州の一地区。一にある修道院。ウェストマール修道院。二の醸造所で作られるトラピストビールの名称を。ここで記述する。ウェストマールは、ベルギーのウェストマール修道院で醸造されるトラピストビールの名称である。ウェストマール修道院は、カトリック現立市東会の修道院。正式名称はオランダ語で、アブドリ・オンゼ・リーブ・ブロー。 バンヘッドハイリング、ハートバンイエーゼス、日本語に訳すと、アブドリとなる。これらは、聖母マリアに捧げ名付けられた、同名、陰名で、世界各地に存在している。アントウェルペン州では、フランダースの犬に登場し、ルーベンスの絵画で知られる、ノートルダム大聖堂などがある。それらとの区別もあり、通常は、ウェストマール修道院と呼ばれる。醸造しているビールの中でも、 特に黄金色のウエストマールトリプルで知られる。原料は、院内で汲み上げた地下水と大麦麦芽にキャンディーシュガーを液化して投入し、二次発酵の後に瓶詰めされ、さらに保管して瓶内熟成を行ってから出荷される。ウエストマールトリプル3種類のうち2種類が流通している。通常のビールは度数が高くなるほど液色が濃くなる傾向にあるが、 ウエストマールは逆にダブルが濃色でトリプルを単色にしている。この単色金色のトリプルは好評を博し、これを参考にして金色のトリプルを作る醸造所が多く現れたため、トリプルの元祖、トリプルの母とも呼ばれている。なお、ウエストマールはトリプルやダブルの起源となったビールの醸造を開始した醸造所でもある。当初はダークな液色であった。詳細は、 トリペル歴史を参照。ありがとうございます。